を空に動かし、パトしながら歩いている。ただ、広く何もない荒野の中で、宝を探すのは滑稽か。あちらではない、こちらでもない、この論争は無駄になるのか。海底の中、雷鳴の中、さあ行く末は CM 遊べ。とか、煽る割にはなんとかしぶとくうまくやっても、財産取りに向かう嵐の目、白日のもとにラピュタを去らせ。あんまり素敵なものだから、誰も彼もが目指してるのだろう。皆目見当つかないね、守られてばかりの物語は、きっと腐りかけた頭の中身を見るまま過ごせるのだろう。ただ、それこそは学んだね。止めとなくアロン、さらにエスカレート狂いながら走っている。からとてもいいから、だからそこには駆け寄るのがお約束なんだ。なんかあってもなんもなくても、すべては釈迦の手のひらの上、ハリボテの空、ジオラマの中、作られた波寄ってきました。で、今何やってんの？ああ、こんなんじゃ旅ない限界飛び越えて反転構成、そんな夢の中で繰り返し歌われる絵で、実際三鳥に向かう嵐の目、白日のもとにラピュタを去らせ。あんまり素敵なものだから、誰も彼もが目指してるのだろう。監督なんていらないね、全てが解き放たれた今なら、約束さりをした頭の